こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。子どもの RS ウイルス感染症が急増しているとして、保健当局は注意を呼びかけています。ピンクラインとイエローラインが12月に無料の試運転を開始します。大手携帯キャリアの合併で反対派が当局に抗議しています。バンコクは大気汚染が悪化し、当局が対策を強化しています。それではまず、はじめのニュースです。子どもの RS ウイルス感染症が急増しているとして、保健当局は注意を呼びかけています。タイの小児病院は、RS ウイルス感染症の患者数が年々増加していると報告しました。病院では幼い子供を持つ保護者に対し、呼吸器疾患に対し、予防策を取るなど注意を呼びかけています。RS ウイルス感染症は年齢を問わず感染を起こしますが、特に乳幼児期において非常に重要な病原体であり、生後数週間から数ヶ月の期間に最も重症な症状を引き起こすものです。クインシリキッド国立小児保健研究所では、幼い患者の間で RS ウイルス感染症が増加しており、病院を訪れる患者の3人に1人は RS ウイルス感染症であり、新たに感染する患者の数は毎年増加していると報告しています。RS ウイルス感染症は、風邪やインフルエンザに似た症状を引き起こす呼吸器系の病原体です。RS ウイルス感染症は大人や年長の子どもでは治ることもありますが、1歳未満の子どもや基礎疾患を持つ高齢者では重症化しやすく命に関わることもあります。小児呼吸器専門医であるチャルーム・タイ博士は、幼い子どもが適切に対応できない飛沫などで重度の合併症を発症する可能性があると指摘しています。チャルーム・タイ博士は、新型コロナに対する予防策は RS ウイルス感染症の予防にも同じように効果があると述べ、マスクの着用や手指の消毒などを呼びかけています。 RS ウイルス感染症の検査はコロナと同様に鼻腔スワブ方式で行うことができます。潜伏期間は3日から6日程度で、体内でウイルスが活性化する期間は8日間です。RS ウイルス感染症と診断された場合は、隔離、休学、薬を服用し、症状が治まらない場合は、速やかに医療機関を受診するよう勧めています。次のニュースです。ピンクラインとイエローラインが12月に無料の試運転を開始します。タイ政府は交通の利便性を高めることで、人々の生活の質を向上させるため、交通インフラの整備に取り組んでいます。今回、高架高速鉄道システムのピンクラインとイエローラインの建設が間もなく終了し、両路線は12月に無料で一般公開される予定です。ピンクラインはノンタブリーのカーライからバンコクを経由しミンブリーまでを結ぶモノレールです。第2次高速鉄道に分類され、県渡名通りにある政府施設との行き来が容易になります。全長 34.5 キロで、ノンタブリー県の政府施設との往復も可能です。ピンクラインには30の駅があり、始発駅はナタナチベート通り政府総合庁舎で、終点のミンブリー駅はバンコクのランカム辺ソイ192付近にあり、地下鉄のオレンジラインと接続されています。ピンクラインの利用者は、地下鉄パープルラインにも乗り換えることができます。イエローラインは、バンコクのラチャダ・ラプラオ交差点から、サムットプラパン県のサムロン地区までを結ぶモノレールです。全長30キロの路線は、バンコクの住宅地や商業地が密集している地域に乗り入れています。駅の数は23駅で、始発駅はラチャダ・ピセープ駅です。この路線の利用者は、ブルーライン、グリーンライン、グレーライン、オレンジラインなど、他の多くの高速輸送鉄道に乗り継ぐことができます。イエローラインは、ラマ中西通りでエアポートレールリンクに乗り換えができ、
空港へのアクセスもさらに利便性が増すとして多くの人の利用が期待されています。次のニュースです。大手携帯キャリアの合併で反対派が当局に抗議しています。タイの携帯キャリアのうち第2位のトゥルーと第3位のディタックの合併計画に対し、タイ消費者評議会や野党前進党などが10月20日国家放送通信会に反対を表明しました。関係筋によりますと、携帯キャリアの2位と3位の合併が実現するとマーケットシェアは5割を超えて現在1位の AIS を抜くキャリアが出現することになります。ただ国家放送通信会の関係者によりますと、国家放送通信会は携帯キャリアの合併を承認あるいは懸念する権限を有していないとの点で意見が一致していると主張していますが、これをまだ正式に発表していません。対消費者協議会などの反対派は国家放送通信委員会を職務怠慢の疑いで国家汚職制約委員会に訴える方針を表明しています。次のニュースです。バンコクは大気汚染が悪化し、当局は対策を強化しています。バンコク都庁は都内で PM2.5 の濃度が危険なレベルに達しているところがあることから、大気汚染対策を強化する方針を示しています。バンコクエアクオリティセンターによりますと、10月19日朝の時点で PM2.5 の平均濃度が1立方メートルあたり41マイクログラムに達しており、大気汚染がひどい都市の順位でバンコクは11位でした。このためバンコク都庁は関係当局と協力して都内の大気汚染悪化エリアを対象に来年実施される大気汚染対策を策定しようとしています。都庁の担当者によりますと、タイは毎年のように涼しい時期に大気汚染問題に直面しており、子どもとお年寄りが最も影響を受けていると説明しています。一方、有害成分の検出でインドネシアで生産された即席麺が販売禁止となっています。保健省食品医薬品局はこのほど韓国料理風味の辛い袋入り即席麺ネーセダープの販売を有害な化学薬品が含まれていることが判明したとして中止するよう命じました。インドネシアで生産されたこの即席袋麺からはエチレンオキシドという人体に有害な有機化合物が検出されました。この製品の輸入業者には製品の回収が指示されており、また法的措置を講ずることが検討されています。この即席麺については先にシンガポールの関係当局がエチレンオキシド検出でリコールを命じており、タイ当局もこれに習うことになったものです。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。子どもの RS ウイルス感染症が急増しているとして保健当局は注意を呼びかけています。ピンクラインとイエローラインが12月に無料の試運転を開始します。大手携帯キャリアの合併で反対派が当局に抗議しています。バンコクは大気汚染が悪化し、当局が対策を強化しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。